カルタヘナデ・インディアスの海戦は、エドワード・バーノン中将を率いるイギリス軍と、セバスティアン・デ・スラバ率いるスペイン軍の間の戦闘で、イギリス軍が大敗した。戦闘は1741年3月、カルタヘナデ・インディアスで起こり、ジェンキンスの耳の戦争中の大規模な戦闘となった。戦争は後に、オーストリア継承戦争へと拡大した。敗北したイギリス軍は、 おびただしい損害を出したが、戦死よりも薬病による死の方が、はるかに多く、両軍とも薬病に苦しんだ。ジェンキンスの耳の戦争は、A2 士官で1739年から1748年まで戦われた戦争である。1729年のセビリア条約により、スペインはイギリスとスペイン植民地の間の貿易を解禁した。このアシエントと呼ばれた契約により、 イギリスは毎年スペイン植民地に奴隷5000人を供給する独占権を与えられた。また、ナビオでペルミソと呼ばれた許可により、毎年1回、積載量1000トンの貨物船で年に一度のポルトベロの日本市に出店することが許された。これらスペインからの情報を受けると、イギリス政府は両国の南海会社への独占権を与えた。しかし、 イギリスの国際貿易を支えたイギリス商人と銀行家たちは儲かるカリブ海地域での貿易にさらなる参入を求めた。スペインの植民地人もイギリス製の商品を求めたため密輸商品が売買された闇市が流盛した。セビリア条約によるとスペインの役人はスペイン領海でイギリス戦に立ち入ることを許された。 しかしレベッカ号の船長ロバート・ジェンキンスによると彼は1731年にスペイン沿岸警備隊の役員による立ち入り検査を受けるとき耳を切り落とされたという彼が庶民院でその切り落とされた耳を提出したことでイギリスの対スペイン戦争熱が高まったイギリスの首相ロバート・ウォルポールはやむを得ず1739年10月23日にスペインに宣戦線布告した ただし彼は、彼らは今は金を鳴らすがいい。近いうちに苦しむだろうと述べたという。スペイン領西インド諸島での貿易港は、主に4カ所あった。すなわち、ベラクルス、カルタヘナ、ポルトベロ、そして最も重要なハバナである。イギリスは、スペインの財政に打撃を与えるべく、1739年11月22日のポルトベロの海戦において、 エドワード・バーノン提督率いる戦列艦六隻でポルトベロを占領した。ポルトベロは占領された直後に放棄されたが、その占領の容易さによりイギリスは歓喜した。カスカート卿率いるイギリスの遠征軍のうち、バーノンはイギリス海軍の4分の1を率いた。遠征軍の第一の目標は、ハバナであった。ハバナでは、船の修理が可能なので、当時は、 スペインの港のうち最も重要であり、1740年までに、スペインで最も大規模で賑やかな造船所となっていた。しかし、カスカート教は土壌で死去、その公認は不明だった。カスカート教が檻の悪い死去を遂げたことでこの複雑な任務に、必要な調整ができなくなった。大規模な艦隊と派遣軍を送ることはかねてより、民衆により望まれており、特に、 ロビー活動を行った商人たちが店長だった。そのうちにはスペインとイギリス政府の間の妥協を受け入れなかった南海会社も含まれている。入滑する公爵は議会で民衆の要求を支持した。バーノン提督も議会と海軍本部の両方において対スペイン戦争と攻撃に移ることを精力的に支持した。百三十九年十二月には 西インドへ大規模な遠征軍を派遣することが決定された。しかし、この決定には、戦争自体に反対したウォルポールは愚か、小規模な艦隊による攻撃を主張したバーノンにも不満が残った。バーノンは前に小艦隊でカルタヘナを襲撃して失敗したが、カルタヘナのような要塞化された都市に大規模な攻撃を仕掛けても、ポルトベロの時のようには成功しないと考えた。 当時の医学が発達していないこともあり、バーノンは長期間の包囲で薬病による大損害を被ることを恐れた。イギリスの目的はカリブ海域にあるスペイン領四港師を占領、長期的に維持することにあった。これら四港師を支配することで、スペインがアメリカ州東海岸における深み港の支配を失うことになり、内陸の部隊への補給がままならなくなる。イギリスは 南アメリカへの水道をも支配することができ、内陸にあるスペイン植民地への侵攻基地を得ることになる。しかし、スペインは、ハバナの造船所で戦艦を建造、修理することができたが、イギリスには、それができなかった。造船所がなければ、難破せずに、カリブ海に長期間止まることは、不可能だった。そのため、ハバナと、その間ドックは、極めて重要であり、 入荷する公爵と海軍教のサーチャールズ・ウェイジャーもそれを認識していたが内閣不一致を抱えていたため戦役の行方はジャマイカで行われたバーノンらによる作戦会議に委ねられた。バーノンはハバナの守備が初期の目標としては強すぎると考え代わりに良好かつイギリス領の港より風上の位置にあるカルタヘナを目標と定め 作戦会議の結果もそれに従った。カルタヘナデインディアスの地図、ジェントルマンズ・マガジンより1740年。18世紀のカルタヘナデインディアスは、豊かな大都市であり、1万人以上の住民を有していた。カルタヘナ県の県都でもあり、直近に修理や拡大が行われた防御工事を有していた。外縁の鳥で砲台などが、 防御工事の改良として直近に行われた。カルタヘナ港は当時最良の港の一つとされ、毎年ハバナから出港して大量の金銀をヌエバグラナダ副王領とペルーから本国のスペインまで運ぶ小船隊が寄港した。カルタヘナは1533年にペドロデエレディアにより建設された後、1585年にイングランド出身のフランシス・ドレークにより、 1697年にフランス出身のポアンティス男爵によりそれぞれ占領された。カルタヘナ市の西はカリブ海であり、南の港湾にはボカチカとボカグランデと二つの入り口があった。ボカチカは水深が深かったが狭く、一度に通れる船は一隻だけだった。その片側は三類トリで及びテルラボンバ半島にあるいくつかの外保があり、逆側には ソダ製のバラデラ放題があった。ボカチカの先は外港であり、内港への入り口はそれぞれ要塞で守られていた二つの半島の間にある。カルタヘナの城壁には大砲160門があり、その外角にも大砲140門があった。カルタヘナ城の周りは堀で守られ、そのゲートは堀類で守られた。その外角の周りにも堀が走っていた。 カルタヘナ市から約4分の1マイル南の山上にはサンラサロ鳥があった。サンラサロ鳥は1辺50フィートであり、各辺に半歩類が3つずつあった。鳥の位置により、鳥はカルタヘナ城を守るとともに、山の近くの平原も守っていた。また近くにある別の小山が鳥を守っていたが、カルタヘナと要塞以外に真水を補給できる場所がなかった。 最良の上陸地であるテクサル・デ・グラシアスの砂浜からサンラサロトリデまでの道は長さ3マイルだった。西インドの貿易港を示す地図1741年作。カルタヘナは左の上から4番目である。サー・ロバート・ウォルポールの肖像が1740年作。イギリスの侵攻艦隊は124隻だった。その内訳は 戦列艦29隻、フリゲート22隻、病院船2隻と様々な種類の河川と、旧方艦に軍隊輸送船80隻、小船50隻だった。兵士は少なくとも27,400人であり、うち上陸軍は12,000人だった。上陸軍の内訳は、第15不評連隊と第24不評連隊、新しく調墓した海兵隊6,000人。 アメリカ植民地軍約3600人だった。この植民地軍は、バージニア植民地副総督、ウィリアム・グーチ大佐率いる、グーチのアメリカ連隊と呼ばれた4個大隊であり、輸送船40隻で、北米植民地から運ばれてきた。カルタヘナを守備するスペイン軍は、正規軍2700人から3000人で、その内訳は、アラゴン連隊と、エスパーニャ連隊。 トレス提督が1740年10月に連れてきたトレド、リスボアとナバラ連隊、カルタヘナの植民地連隊だった。他には人数不明の会員、民兵隊、5個中隊とインディアンいての計4000人から6000人だった。この守備軍は戦列艦6席と多くの要塞を有し、カルタヘナ総督ブラスデレソとヌエバグラナダ副王セバスティアンデ・エスラバが率いた。 イギリス第15不評連隊の兵士、1740年作。遠征軍の行動は緩慢であった。まず逆風で遠征が延期されたが、その間に戦場の補給品のほとんどが消費され、病人の人数が大幅に増えた。続いて、フランス艦隊とスペイン艦隊出撃の知らせが届いたため、遠征は再び延期され、イギリス艦隊は対応として増援を受けた。 遠征軍は海軍の人員不足に悩まされ、海員を補うために2個不評連隊を徴兵するほどであった。戦艦に乗船する海兵隊を補うために、カスカート卿は政府から命じられて彼の海兵隊600人を教室した。これらの遅延により、イギリスは3ヶ月も浪費した。一方、アメリカ植民地軍3600人は戦艦の護衛をつけた。 輸送船40隻に乗ってニューヨークからジャマイカまで行き、本国の遠征軍よりもはるかに早い1740年12月3日に到着した。植民地軍の指揮官はバージニア総督アレクサンダースポッツウッドでカスカート教の副官も務める予定だったが、スポッツウッドは死去、代わりに副総督のウィリアム・グーチが植民地軍を率いた。しかし、 植民地軍が到着するや、否や、イギリス政府が植民地軍の補給について何ら準備しなかったという事実を突きつけられた。補給不足と気候の問題はすぐに植民地軍を悩ませ、一方イギリス本国からの艦隊は、チフス、解決病、赤リなどの薬病に悩まされた。1741年1月までに遠征軍のうち、 陸軍がカスカート卿を含む500人が病死、また1500人が病気を患った。カスカートもスポッツウッドも死去したことで陸軍の指揮官は戦闘の経験がないとマスウェントワースに任せられた。ジャマイカではアフリカ人奴隷300人が遠征軍に加わった。ジャマイカでの乗船前後にさらなる延期があり、またフランス艦隊との小競り合いもあって、 またしても貴重な時間が浪費された。イギリスもスペインも5月から6月にかけての雨期が始まると5月から11月にかけての山行きも始まることを知っていた。スペイン軍は援軍を受けたがすでに薬病に苦しんでいた。イギリス軍のように戦闘に影響するほどではなかったが、レソとエスラバの間に不和が生じた。例えば、レソはほぼ全軍で、 オカチカ海峡を守るべしと主張したが、エスラバが反対したことで前線の守備が弱体化され、イギリス軍の上陸初期をより容易なものにした。ヌエバグラナダ副王領の副王セバスティアン・デ・エースラバ、18世紀の作品。イギリスの遠征軍は3月13日にカルタヘナ沖に到着したが、遠征軍全体の総指揮官はおらず、ベントワースが陸軍を、 バーノンが海軍を率いるほか、主な決定は作戦会議で下された。また、カルタヘナに着くまでに、薬病で海員を数多く失っていたため陸軍の3分の1が、海員として働かなければならなかった。カルタヘナ氏は、西側が海に面するが、海岸の地形が上陸に不利であり、波も荒かったため、海から直接上陸することは、不可能だった。 南の入り口のうち、ボカグランでは、水深が浅くて、遠洋線が通れず、ボカ地下がカルタヘナ港に入港できる、唯一の入り口だった。ボカ地下は二つの半島の間にあり、その片側は、大砲四十九門、九砲三門、公平町、カルロス・デスナウクス率いる中流軍三百人を、有する三類ストリデで守られていた。 王在柄ボンバ島から大砲13門と兵士150人を有するサンホセトリデのある南側の半島まで伸びており、他には戦列艦6隻が港の入り口の守備に当たった。上陸を試みる前、バーノンはマラガ出身のロレンソ・アルデレーテが守備するチャンバ、サン・フェリペとサンティアゴトリデの砲台を撃破した。サントドミンゴ総督領出身のホセカンプサのポランコが 守備するバール半島にあるプンターバニコストリデを攻撃、一週間砲撃した後、イギリス軍は敵団兵300人でボカチカ近くに上陸する計画を立てた。ボカチカ近くのサン・ヤゴ・トリデとサン・フェリッペ・トリデにいるスペイン守備軍はチャローナー・オーグル率いる戦列艦3隻に撃退されたが、シュルーズベリーだけで死傷者100人を出し、サン・ルイストリデからの砲撃で、 おびただしい損傷を受けたほどであった。この時の死傷者は合計120人だった。その夜には敵男兵が上陸、続く3月22日にはイギリス遠征軍の陸軍が上陸した。アメリカ植民地軍のうち上陸したのは約300人であり、残りは戦列艦で海員を務めた。数日後には砲兵隊が上陸した。軍営を設けた後、 アメリカ部隊とジャマイカ部隊は2週間をかけて砲台を設置24ポンド砲2 0門で砦へ砲撃し始めた。リチャードレストック巡将率いる戦列艦5隻も砦を砲撃して降伏させようとしたが2日間の砲撃は全く効果がなく逆に船3隻が大破するなど多くの損害を出した。一方陸上のイギリス砲台は 艦隊の一部から援護を受けつつ3日間砲撃を続け、一人でに突破口を作り出した。艦隊の残りはスペイン艦隊に攻撃した。レソはスペイン船2隻を自沈させ、もう1隻であるガリシアには火をつけた。自沈した2隻は海峡の一部を封鎖するという効果を上げたが、ガリシアは沈没する前にイギリス艦隊に打破された。4月5日、イギリス軍は 陸海から三塁ストリデを攻撃、不評が突破口から突入したがこの時には、スペイン軍がすでに内港のトリデへ撤退していた。その後、上陸軍が再び乗船、港へと進んだ。ボカチカでの戦闘により、イギリス軍は死傷者120人を出したほか、大熱とマラリアで250人が病死、また600人が薬病にかかった。マドリードのプラサデコロンにある、 ブラスデレソ提督の記念像イギリス軍の作戦会議ではカルタヘナを陸側から切断するためにサンラサロトリデへの強襲が決定された。サンルイストリデなど外交にある防御工事を占領した後イギリス艦隊はボカチカを通ってカルタヘナの内航に進んだ。スペイン軍はサンラサロトリデとカルタヘナ市内へと撤退した。バーノンはウェントワースを先導して 無計画でサンラサロ砦に強襲するよう仕向けたが、自分は港の深さに関する最もらしい言い訳で援助を拒否した。それでも砲撃で砂浜の安全を確保する程度の援助はしており、ベントワースは4月16日にテクサルデグラシアスで上陸した。イギリス軍が内港と外れに位置するいくつかの砦を占領した後、レソワサンラサロ砦の 主な両方を強化するためにその周りに残豪を掘った。レソが、砦の守備に固執したのは、砦がカルタヘナ氏の要害であり、それが、イギリス軍の手に落ちたら、カルタヘナは短期間の砲撃で降伏せざるを得なく、なるからであった。レソは、残豪に650人を、砦に300人を配置、予備軍に、海兵隊と、海員200人を残した。 イギリス軍は砂浜から進軍途中でアイロを通るところにスペイン軍の短期間の抵抗にあったが何とか撃退した。グーチの海兵隊第43不評連隊。カルタヘナ遠征軍に従軍した唯一のイギリス工兵はサンルイストリデへの攻撃中に戦死しておりサンラサロトリデを攻撃するための砲台を築ける人はいなかった。そのため、 イギリス軍は突破口を作らずに砦に野襲することを決めた。暗闇の中ではカルタヘナから砲撃されることがないため砦の北側から強襲することができる。南側の壁が最も低く脆弱であったため、イギリス軍は敵眼兵で吸収して胸垣を占領しようとした。しかし、イギリス軍の攻撃開始が遅く、 サンラサロトリデへの進軍が始まるのは4月20日の午前4時のことだった。決死隊として襟優れた50人が先鋒となり、ウェインヤード大佐率いる敵団兵450人がそれに続いた。本軍は、グラント大佐率いる第15と第24不評連隊の継戦人で、その後ろは、第34と第36連隊の混成軍、そして、 工場橋語を輸送する、武装していなかったアメリカ植民地軍だった。工場橋語は、砦の高い城壁と羊毛袋を攻略するために持ち込まれたのだった。最後は予備軍の海兵隊500人で、エドワードウルフ大佐が率いていた。スペイン軍からの脱走者2人が道案内を務めたが、彼らはウェインヤード大佐を、砦の南側で斜面が急勾配になっているところへ、連れて行った。 敵団兵はそこで壁を登ったが30ヤード先の残壕にいるスペイン軍からマスケット銃の射撃を浴びせられた。敵団兵たちは戦列を形成して前進した。一方、北側ではグラントが早々と戦死、残ったイギリス軍はスペイン軍との銃撃戦を継続した。アメリカ植民地軍の大半は工場橋号を捨てて射兵を探した。 これらの工場橋後は短くて使えなかった。1時間後、日の出とともにカルタヘナ市の砲台がイギリス軍に砲撃し始めるとイギリス軍の死傷者数が増えた。8時にスペイン不評渋滞がカルタヘナの城門から出撃してイギリス上陸軍と艦隊の連絡を切断しようとするとベントワースは撤退を命じた。教習は失敗に終わり、 上陸軍2000人のうち600人が失われた。薬病により損害はさらに増え、サンラサロトリデへの攻撃の時期には、ベントワースの陸軍が6500人から3200人まで、目減りした。エドワード・バーノン・提督ブラス・デレソの計画は、大勢に、無勢の状況では、正面から、イギリス軍を撃退することが不可能だったことから、戦いながら撤退して、遅延戦術を取る。 というものだった。4月末に雨季が始まるまで時間を稼げば、熱帯の豪雨で戦闘は2ヶ月間中断される。さらに、イギリス軍は、狭い戦場に止まるかのじしなければならない状況なので、補給の不足、状況の辛さ及び薬病で消耗を強いられる。また、バーノンとウェントワースの不和で上陸後の戦闘において、うまく連携できなかったこともレソに有利に働いた。 さらに、カルタヘナの防御工事は直近に修理、改善されていた。スペイン軍の状態はほぼ極限に達していたが、結果的には、レソの計画が成功した。雨期が到来して、イギリス上陸軍は乗船しなければならず、狭い戦場での生活を強いられたことで薬病が、さらに蔓延した。4月25日、作戦会議において、ジャマイカへの撤退が決定され、 5月中には撤退が終わった。5月7日時点では、執務できる兵員が1700人しかおらず、うち上陸して敵軍と戦えるのは1000人以下だった。カルタヘナから撤退して1ヶ月間のうち1100人が死亡した。イギリス軍は1400人に、アメリカ植民地軍は1300人にまで減った。遠征は67日間続き。 イギリス艦隊が死者と戦闘不能者、計1万8000人を出して敗北して撤退する、結果に終わった。スペイン軍も薬病に悩まされ、ブラスデレソ自身も埋蔵されなかった死体から病気を、移され、数週間後に病死した。さらに、イギリス船50隻が失われた。その内訳は、戦列艦19隻、フリゲート4隻、輸送船27隻だった。 商与として土地を与えられる山ほどの金を得られると言われて参加したアメリカ植民地軍3600人はその多くが大熱、赤痢で病死、果て和菓子した者がいる始末だった。故郷に戻れたのは300人だけであった。その中にはローレンス・ワシントンという者がおり、彼はバージニア植民地にある自身のプランテーションをバーノン帝徳にあやかってマウント・バーノンに改名した。 イギリスの記念メダル。バーノンがカルタヘナに指さしているところが描かれており、周りの刻印は、アドミラル・バーノンベイウィン・ザ・タウン・オブ・カーサガナと記されている。背面には、ザ・ホーツ・オブ・カーサ・ジーナ・ディストロイド・バイ・エイリム・バーノンと記されている。イギリスの勝利を記念するメダル。バーノンがブラスデレソーを見下ろすシーンが描かれており、周りの刻印は、 ザ・プライド・オブ・スペイン・ハンブルド・バイアドバーノンと記されている。戦闘の初期、スペイン軍が各地の防御工事からサンラサロ取り出に撤退した時、バーノンは勝利が目前であると考え、ロースタイを本国に派遣して、国王ジョージ2世にイギリス軍が内向に侵入したことを知らせた。勝利を予想した記念品業者はすぐに記念メダルの生産を始めた。 これらの生産はしばしばボタン製作業者によって行われ、いくつかの簡単な設計をコピーしただけに止まったため、多くが低品質であった。これらのメダルのコレクションは、イギリスとアメリカに多く見られる。戦勝を記念する陶磁器も制作されたが、現存するものは少ない。シュルーズベリーのとある会員は下記にある、戦勝を祝った歌を作曲した。バーナン、エスグローリー、O.R. ザスパンアーズデフィート、ビーイングアンアカウントオブザテイキングオブカーサジーナ、バイバイスアドミラルバーノン、アンドザタウンサレンダー、エドツーアドミラルバーノン、ザスカーチオブスペイン。イギリス軍の敗員は、葬式官のカスカート卿がセキリで、遠征の道中に病死した後、新しい葬式官を任命できなかったこと。包囲用の大砲と弾薬をカルテヘナ近くで、下ろせなかったこと。バーノンが 戦列艦を不評の支援に使用しなかったこと。そして、スペイン側のセバスティアンデ・エスラバフク王、ブラスデ・レソ提督、カルロス・デスナウス大佐による軍事行動が成功したことである。2000年代、スペインでは下記の主張がある。バーノン提督がブラスデ・レソに、私たちは撤退を決めたが、ジャマイカで増援を受けた後再びカルタヘナに戻って来ると手紙を書き、 レソは、返答に、カルタヘナに来るというのならば、イギリス国王は、より大きく優れた艦隊を建造しなければならない。なぜなら、あなたの艦隊はせいぜい石炭をアイルランドから、ロンドンに運ぶぐらいしかできないと書いたという。しかし、この主張には、裏付けがない。なお、当時石炭はイングランドからアイルランドへ、輸送されていた。グレートブリテン王ジョージ二世。スペイン王フェリペ五世。 ジャンランク作、1723年。遠征失敗の知らせが本国に届くと、ロバート・ウォルポールの内閣はすぐに倒れた。スペインは戦略的に最も重要な植民地を維持、スパニッシュメイン、及び大西洋をまたがるスペインとの貿易を守った。イギリス敗北の知らせは1741年6月末にヨーロッパに届き、政局に大きく影響した。 グレートブリテン王ジョージ2世はそれまでプロイセン王フリードリヒ2世とオーストリアのマリア・テレジアを仲介していたが、これを機に国事少々武力をもって保障するとの承諾を撤回した。これによりプロイセンと密かに同盟したフランスとスペインは出兵して孤立したオーストリアを攻めることになる。ここにオーストリア継承戦争という大戦争が始まった。 カルタヘナでの大損害は大引き、バーノンとウェントワースはその後もカリブ海で戦い続けるが、ことごとく失敗に終わり、ジャマイカからの援軍戦とイギリス本国からの正規軍3000もそれを挽回できなかった。バーノンとウェントワースは1742年9月に本国に召喚され、チャローナ・オーグルが指揮を取ったが、この時のイギリス艦隊は病人で溢れており、 執務できる会員は半分以下だった。カリブ海での戦役が終わる1742年5月には、遠征軍の9割が戦闘と薬病で死亡していた。その後、イギリスはカリブ海での襲撃を続けたが、大西洋の戦況を影響するには至らなかった。すでに弱っていたイギリス艦隊は、チャールズ・ノールズを指揮官として1743年2月にラグアイラを攻撃。 4月にもプエルトカベエを襲撃したが、いずれも失敗に終わった。カルタヘナを占領できなかったため、バーノン艦隊は引き続きカリブ海に残留しなければならなかった。その結果、戦力を削がれた地中海艦隊は、スペイン軍が1741年11月と12月と2度に渡って合計2万5000の軍勢をイタリアに輸送することを阻止できなかった。 地中海艦隊が増援を受けるのは、バーノンの部下リチャード・レストック淳将がカリブ海艦隊の船を率いてヨーロッパに戻った時だった。歴史家のリード・ブラウニングは、イギリスのカルタヘナ遠征をバカバカしく災難的であるとこきおろし、父がバーノンと敵対していたホレス・ウォルポールが1744年に述べた、私たちはスペイン戦争においてすでにお金700万と3万人を、 失っていたが、これらの地頭宝で得たものは、バーノン提督の顔が、エールハウスで飾られることだけだったという言葉を引用した。ウェストミンスター寺院にあるバーノンの記念碑には、カルタヘナの包囲における海軍と陸軍の間の争いを鮮明に記録している。彼は、しゃグれを抑え、カルタヘナで海軍が征服できる限りをやり通した。ありがとうございます。